ってた池、凍ってたね、池やったけど、うん、多分あの辺なんじゃないかな。あの辺か。西と東の分水嶺を探す旅っていうのも面白そうやけどな、うん、そうだったらちょっと興味あるな。スーパー曲がってここから西に変わりましたっていう、うん、何だろう、指標にするとしたらそう、大統領は探したいし、うん、大統領売ってるところと、あとカール、うん、とドンベイか、うん、ドンベイの西東か、うんうん、あと何だろうね、指標にするなら東西分かれ目、東大で分かれって言ってパッて思い浮かぶな、何かある JR とかはもう分かりやすすぎるやん、うん、まあエスカレーターとかね、どっち側なのか。あれでも面白いのが、うん、大阪外れるとまた違うのよ、うん、あの広島は名古屋と同じになるのよ、うんうん、なんか新大阪駅も割とどっちも、どっちもある、うん、あそこはどっちもあるね、結局東京から来る人とかも多いし、大阪でも南の方に行けばだいぶぎゅうぎゅうそっちになってるけど、まあそういう文化もなくなってるかもしれんけどな、うん、あれもヘマもするから非常によろしくないらしくて、うん、まあそれこそあれも含んでて、それこそうん、それだけが原因じゃないと思うから、一時期シンドラーのやつが問題になったことあって、うん、あれの時に結局ドイツの方から入っとったクレームは、いやいやいや、そんな片側にみんなが乗るなんて聞いてねえんだけど、うん、まあそうだ、うん、両方に乗ること前提であの耐久テストとかも全部やってるから、うん、それでこれぐらい持ちますよって言っとったのが、うん、その片側だけにずっと乗られて、やっぱりそれはイチャモンやみたいな感じになっとったらしい、うん、設置するときに日本人はあのこっち側ばかりに乗りますとか言わんや、うん、ちゃんと乗ってますって言うやん、いやちゃんと乗ってたら両方にこうやって乗るやん、なんでそんな走ったりなんかもうするわけないって、本当に走らんのって、うん、海外は、ドイツはドイツっていうか、俺びっくりしたから中国ですら走らんねん、うん、中国ですらっていう方非常によろしくないかもしれないけど、いやどっちかっていうとせっかちなさお国柄やからさ、そんなさドタドタってやりそうやん、うんうん、やけど見たのは香港の映像とかやったけど、うん、どんなになんかなんかその時の映像がみんなでわーってなんか行くようなところやったんやけど、エスカレーターみんなちゃんと止まって乗ってる、やっぱ絶対止まるんやな、海外だったらそうしないと危ねえだろうね、うん、壊れちゃう、壊れやすいから、日本そういうのやっても壊れんような耐久性作っちゃってたから、逆に安心してそういうことできちゃう、うん、そのあたり中国の個人政府であるんだよね、孔子の言葉である、うん、なんだったっけ、白鳥に餌を やり続けたおじいさんの話だったかな、うん、昔あるおじいさんがいて、困ってる鳥たちを見てかわいそうだと思ってずっと餌をやり続けてたんだって、で何十年も何十年も餌をやってて、白鳥たちはそこにみんな集まるようになった、うん、で代々もうその白鳥たちはそれから、まあ、人が生きてる間に何代にもわたってくる鳥の人生だと、そのうちにもうそこで餌を食べるっていうのは習慣づけされてたって、でただある日おじいさんが亡くなってしまいました、そしたら餌をやる人がいなくなりました、そしたらその鳥の群れは全滅しちゃったって、だから良かれと思ってやってることが結局その人たち の良かれと思って甘やかすことが結局その人たちにとってを将来的には身を滅ぼすことになるんだよっていうご時世が、なんか今のに日本になんかチクチク刺さることをやると思いながら、うん、日本はどっちかというと、ね、一人のねそういうと
ね、差別もお前とかそういう風にやるやん、うん、って言って、あの規制して規制してやると結局体制がつかんくて、うんうん、結局その子たちのためにならないよっていうことがある。だから日本人が国際競争力ないと言われるのはそのあたりもあると言われてるんですね。だから一部そんな中ですげえスーパースターが生まれるのは結局そういうようなプレッシャーとかそういうので全部跳ね抜けられた超人だけが生き残って一人だけスターが生まれる。イチローとかさ、うん、大谷翔平とか、うん、対抗者来るかなマジで。あんまり言われる、分かんないけどね、こういうのも陰謀論だっていうふうに持ってこうと思ったら、それこそそういうふうにして日本を弱体化させようっていう陰謀論かもしれないしね。単なる無能なだけの気もするけどね。まあでもそれはね、また孔子の言葉であるもんね。軍師は強い敵を恐れずに無能な味方を恐れろっていう。結構西洋でもあって、その程度似たような言葉がほぼ一緒のような言葉で、ナポレオンの言葉があるのよ。私は強い敵なら恐れはしない。私が恐れるのは無能な味方だけだっていう。ドイツでもあるよね。ドイツの、ビスマルク最初だっけの言葉でも、軍人を四分類するっていうね。で、なんだっけ、真面目に働いて、真面目な人で頭の切れる人って言ったらいいのかな、うん、は、軍師にしなさいとか言う。で、不真面目なんだけどできる、仕事ができる人は、何だったっけ、前線に置きなさいか、うん、そうすると嫌でもやらなあかんくなるから機能するから。で不真面目だけ、真面目で、不真面目だけど、その仕事ができる人は、軍師に置くかな。で、不真面目だけど、軍師っていうか参謀みたいな役みたいなところに置いて、で、不真面目だけど、不真面目で仕事もしねえやつ、うん、怠け者は、前線に送り込めと、最前線に送り込めと。で、真面目だけど仕事のできないやつっていうのはどうするかって言ったら、今すぐ殺せっていう。前線に置いとく方のが逆に危ないっていう。日本だと一番重宝されるやん、ね、結果は残せないけど頑張ってるもんでって言って努力しそうみたいなのが、うん、海外だったらそれはのが危ないって。本当にオンゴールを決める人っているからね、全力で助けてあげるって言って自分の味方のゴールにボーンって蹴るやつ。しかもそれを良かれと思って本当にやっちゃうから怖いんだよね、うん、戻ってきた。ちょうど10時だ。もうちょい先だったね。えぐいね。疲れた。ここから伊賀なんだ。ちょうどじゃあ。長引き峠って感じだ。あ、で、ここで分水嶺なんだじゃあ。そうなのね。うん、じゃあ、てっぺんに作っちゃったのね。ちょうど分水嶺のところだったんだね。
あーでも温泉だ、温泉だ、やってるよな。そういや俺たち定休日も何も調べずに今までいたね。うん、いやいやいや、さすがにやってるでしょ。ちなみに定休日ある？火曜日だった気がする。あ、じゃあ大丈夫や、今日木曜日。うん、大丈夫。さっき下の方に止めたけど、上にあるんだね、第一駐車場が。だからそういう方に行こうぜ。とか入湯税がかかるから2000円補助だから。あー、かもしれないな。うん、あと200円引きクーポンがあったので、ね、はい、これ出せる。おお、着いたー。みんなが青山ホテル到着。ふぅー。いや、早速、はい、お風呂入ってきましょう。どうしよう。疲れたー、風呂だー。